お疲れです。よしおみチャンネルです。今回はですね、伊達巻きを作っていきたいと思います。そうですね、そろそろちょっとお正月が近いので、おせち料理って言ったらやっぱ伊達巻きですよね。今回はですね、その生身からすり身ですね、すり身から作る、伊達巻きをやっていきたいと思います。まあ、はんぺんとかはね、簡単にできるんですけども、今回は生身を使ってやっていきたいと思います。では早速やっていきたいと思います。よろしくです。はい、そしたらですね、今回は卵を10個使っていきます。10個に、あとですね、すり身ですね、生身を 100g で、同量の砂糖ですね、100g のお砂糖と、みりんですね、こちらみりん、大さじ5杯分ですね。あと、お醤油、薄口醤油をちょっと、お塩でも大丈夫です。こちらを小さじ2杯分ですね。これでやっていきたいと思います。今回はですね、卵を割って5個分の卵白だけ別にメレンゲにして入れたいと思います。で、今回は生身でやるのでふんわりと仕上げるためにちょっと5個分の卵白だけメレンゲにしたいと思います。ここでね、卵の殻を使って卵白を取ってきます。ちょっとね、右左ってやると簡単に卵白と卵黄が、はい、別々にできます。はい、今回はですね、フードプロセッサー機械ですね、こちらを使ってやっていきたいと思います。で、当たり鉢でね、通常 やる時の順番で、調味料を入れていきたいと思います。もしね、フードプロセッサーなくても、当たり鉢ある場合は、その順番通りやってもらえれば大丈夫です。まずですね、生身ですね。生身を入れます。すり鉢でやるときは、まず生身を当たって、お砂糖ですね。お砂糖入れていきます。お砂糖と一緒に、白くなるまで練っていきます。はい、生身とね、お砂糖が、白く混ざり合ったら、はい、まずみりん入れていきます。当たり鉢でやるときもみりんで徐々に伸ばしていってください。次に卵ですね、卵を少しずつ当たり鉢でやるときは少しずつ入れて当たり鉢で練って混ぜていってください。今回はちょっとフードプロセッサー使ってるんで、まずちょっと半分くらいですね、一品に入れちゃいます。はい、残りの卵を入れていきます。あとお醤油ですね、お醤油入れていきます。ちょっと金網とかでちょっと裏ごしします。たまにね、生身とかがこう混ざってないものも塊で出てきちゃったりするんで、あと滑らかになります。ただメレンゲ作っていきます。はい、このくらいまで、はい、立つまでやってきます。このくらいですね。はい、はい、ここに先ほどのメレンゲを入れていきます。こちらで伊達巻きの生地ですね、完成になります。これを焼いていきます。入れていきます。そしたらですね、火加減は、ごく弱火ですね、弱火でやっていきたいと思います。結構ね、お砂糖とみりんたくさん入ってるのですぐ焦げちゃうので、火加減が強いと。ちょっとアルミホイルでちょっと蓋をしてちょっと蒸し焼き状態にしていくんですけども、はい、こちらで弱火でやっていきます。最初5分くらいで様子見ていきたいと思います。はい、そしたらですね、こちらで今6分くらい経った状態ですね。ちょっとですね、やっぱり真ん中はですね、真ん中はまだ全然あれなんですけども、下の方がね、焦げ加減がちょうどいい感じなんで、ちょっと返していきたいと思います。はい、こんな感じですね。
よし。これをもう一回卵焼き鍋に入れていきます。こちらでね、2分くらいちょっと固まるまで待ってます。はい、そしたらいい感じなので巻きすに上げて巻いていきたいと思います。そうですね。はい、こんな感じで綺麗に焼けてます。そしたらですね、これは熱いうちに巻いていくんですけども、ここにね、包丁の切り目を入れてね、巻きやすくしてもいいんですけども、あとは中心部に丸い棒ですね、棒を入れて一旦こう落ち着かせてから巻くって方法あるんですけども、今回はですね、ちょっとこのまま巻いていっちゃいたいと思います。ここね、一気に急に力入れると外のところが切れ目入っちゃうので、ちょっとゆっくりだましだまし、こう軽く巻きすを使って、よいしょ、軽く巻いていきます。よいしょ。こんな感じでのの字になるようにちょっとして、今ね、軽く最初押さえてます。もう一回巻き直ししてしっかりね、巻きたいと思います。一旦ちょっと軽く置いておきます。はい、そしたらですね、先ほど軽く巻いた伊達巻きですね、ちょっと軽く落ち着いたらちょっと巻き直していきます。よいしょ。あまりきつくねしすぎなくてもいいと思います。ちょっと巻きすのね、形が残ればいいと思うので、今回は鬼すだれは使ってないです。凸凹が三角形になって強いやつですね。通常の巻きすでやってます。で、もし鬼すだれがある場合は、鬼すだれで使ってもいいし、通常の巻きすでも大丈夫だと思います。お好みでやってください。もう一つはちょっとオーブンでね、焼いてみたいと思います。大体家庭のオーブンでね、やるときは160度で大体20分を目安に一度かけてみてください。余熱ができてる状態でです。よし、こちらで焼いていきたいと思います。はい、そしたらですね、こちらはオーブンでやったやつですね。やっぱこっちも綺麗に、簡単だし綺麗に焼けてますね。これで160度で20分でやってます。じゃあこちらを巻きすで巻いていきたいと思います。はい、結構綺麗にね、このように色加減も綺麗に仕上がってます。しっかり仕上がってます。はい、こんな感じで伊達巻きの完成になります。まあ、家庭でね、これだけ、このくらいに仕上げれれば十分だと思います。ほとんど買うのと遜色ないくらいには仕上がってると思うんですけども、これは十分家庭でも作れるので、ぜひ試してみてください。ふんわり感もかなりカステラのようにふんわりしてます。よく和食でね、前菜とかで野菜を使ったね、人参カステラとかいろいろ作るんですけども、かぼちゃサラダとか、そういう時にふんわりさせたい時によくメレンゲとか使うんですけども、そんな感じでね仕上がってます。はい、はい、そしたらこちら伊達巻きですね、食べていきたいと思います。じゃあいただきます。めちゃくちゃうまいですね。かなりふんわり柔らかく仕上がってます。で、今回はですね、やっぱりメレンゲを少しね入れてるので、もうどっちかっていうとね、カステラに近い感じに仕上がってます。で、これはあとは好みになっちゃうんですけども、ね、生身の雰囲気がね出たしっとりとした方が好きな場合はメレンゲ入れなくても十分美味しく仕上がると思います。やっぱり入れた方が柔らかくはもちろん仕上がるので、
はんぺん使うとね、自分ははんぺん使ってちょっと作ったことはないので、はんぺん使うとこんな感じに仕上がるみたいですね。ふんわりと、美味しく仕上がってます。どっちかというともう本当にカステラに近いような感じですね。はい、美味しく仕上がってます。今回の動画も良かったと思いましたら、いいねボタンまたはコメントよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。